ショアラインシャイナー Z バーティスの R125FSSR ですね、こちらが春に新発売となります。このルアーは、まあ、ボディは、もう既存のですね飛び飛距離に定評がありますバーティス R125 と同じなんですけども、まあ、リップをね小さな小型のリップにしてます。実はね SSR シリーズ、前作にもあったんですが、前作の SSR はリップは大きいんですけど、リップの角度をこう立てることで水を正面で受けて、泳がす、まあ、当時はね日型流れのない日型でゆっくり泳がすっていうのがね、まあ、主流だったんで、リップを立てて流れのないところで泳がす、まあ、そういう仕様だったんですが、これをね河川の流れの強いエリアに持っていくと、立ったリップですと暴れすぎちゃうんですね、泳ぎすぎちゃうんで、今度の、SSR はリップ自体をちっちゃくしました。前後レンジは50センチくらいまで潜りますが、差を立てれば前のモデルの30センチと同じぐらいで、一番の特徴は流れを受けた状態でも細かく泳ぐ、流れのない状態でもゆっくり行くとよたよたと泳ぐ、なので、表層で、瀕死のベイトフィッシュのアクションを演出できます。これが新型の SSR になります。